はい、お久しぶりですトーマスです、えー。今緊急で動画回してるんですけれど、あの先日 iPhone 15 Pro Max ね。 機種変更するために注文したって言ったじゃないですかそうしたらあの、ね、僕その予約開始のね大体2日後ぐらいにウェブでねアップルストアで注文したんですよそうしたらね届くまで56週間かかるって、えー、メールが来たんですねだからまだまだ先だなって思ったら、えー、つい、えー、先日 iPhone15ProMax が到着いたしました <laughs> はい。まあ実際にはね、3週間ぐらいで届いたんですよね。だから、まあ月末ぐらいか、あの月の初めぐらいになるかなと思ったら、ね、早く届いて、えー、早速、えー、こちらでございます。こちらがね、iPhone 15 Pro Max でございます。で、えっとね、512GB、ブルーチタニウムっていう色をね、買いました。 それがです、ね、21万円です、ね、はいあのちなみに僕はねアップルストアでね買う派なので僕ドコモのアハモで契約してるんですけどあの20ギガバイトのねだいたい3,000円ぐらい月3,000円ぐらいのやつでやってるんですけどあのやっぱりねドコモとかね携帯ショップでさあの買うのってね絶対 馬鹿らしいんですよ絶対割高になっちゃうんで、まあ、強いて言えば2年縛り2年後ぐらいにあの新たに機種変更して、えー、下取りしますよっていうプランだったらまあまあ得なんですけどそうやったらきっちり2年で機種変しないといけないんですよ。だけどもっと使うかも分かんないしもっと早く機種変するかも、えー、分かんないわけですよね。で何とも言えないしで,で前の機種はねあの下取りしないといけないっていうそういうルールに縛られちゃうんで僕はねアップルストアで、うん。 え買いましたで、もうね、先日、SIM 交換もいたしましてね、であとデータ移行、あまだね、こちら、前のね、iPhone12、ProMax がね、まだあるんですけれど、えー、こうやって並べてね、もやもやってやつをピッと取って、で、その後ね、でデータ移行したと、SIM を交換してね、もう完璧でございますよ、こちら、iPhone15。 プロマックスでございますはいいととうこででまだねということでこちらの方に前,前のね機種のあれですよ12プロマックスがまだ手元にある状態でございますなので僕3年ぶりに機種変更したんでせっかくなんで。 12 Pro Max から15 Pro Max に機種変するとどういうことが起こるかとかね、あと今後の展望についてね、説明させていただきたいと思うんですけど、じゃあ、ね、まずね、こちらの動画をご覧ください。 お帰りなさいい、えー、ご覧たただけましたでしでょうか、えー、先ほどお見せした、えー、動画が、えー、こちらのね最新機種 iPhone15ProMax で、えー、撮影した動画でございます。でちなみにそのインカメラとあと普通の、ね、外側のカメラこの3つのレンズのカメラ両方撮影してあとズームするのもね、えー、出したわけなんですけどまあ今まではさこちらの1 2ルブ プロマックスでコスメティック高すとかねそういうい動画撮ってきたわけですよでちなみに今撮影してるこのカメラは通常のビデオカメラなんですよ。なんで今はね iPhone15ProMax で撮影しないのかよっていうね意見もあるかもわかんないけどこれ見せながらね <laughs> あの説明しないといけないんでだから今こ,こちらの方はね撮影には使ってないわけなんですけどふ普段のねこういうあのしゃべる動画はビデオカメラででロケの時は iPhone ででやってるんですよさすがにロケの時にビデオカメラで自撮りとかだとさちょっと怪しい人に思われちゃうからロケの時はねこっそりとね特に食べてる時なんかは iPhone で撮影してるわけなんですけどまずですねそのカメラ機能がね最高に良くなったと思うんですよまだあのきっちり比較してないから分かんないんですけれどあの見ていただければね分かったと思うんですけどまずですねカメラ何がすごくか,かっていうとねセンサーシフト光学式手ブレ補正、まあ、これが強力で 僕さあの自分で撮影するとき手ぶれしまくってるじゃないですかだけどさっきの動画見てね手ぶれ比較的少ないと思うんですよねだから手ぶれ補正がね強力になったってこととあとズーム機能え最大5倍の光学ズームでデジタルズームは最大25倍っていう形で、まあ、ズーム使うこともよくあるんで特にホテル泊まったときとかさ景色を映すときなんか、まあ、ズームも強力ですよと。 あとはまあ通常の,この外側のカメラだけじゃなくてこのインカメラもかなり強力になってまず F 値これ明るさを表す数字なんだけどこれが1.78になってまあかなり明るくなったんでインカメラで食べてる時の動画もかなり良くなったしインカメラのオートフォーカス対応になってそのオートフォーカスによってですね綺麗なまたあの的確な画像がですね提供できるようになったわけでございます。でまあそれ以外にもいいいろろございまして まずですねサイ,ズサイズの話しましまょうかサイズはですねまああの基本的にどっちもプロマックスなんで同じようなサイズなんですけれどまずねこれよく見るとねこれこの横幅がね横幅がねこっちを上にあこじゃあ,あのねプロ15プロマックスを下に置こうかこうするとねなんかね15プロマックスの方がねちょっと横幅がちっちゃいんですよねそれはね あのー、よく見るとこれルブだとこ,ここの黒い横幅が結構あるんだけどそれがねこの両サイド横幅が結構幅があるんだけどここがねこうねこれ15のこれちょっとほ細くなったでしょこの黒いところがでもちょっと細くなったんですよ。あ,あとは、えー、と厚みはね厚みはちょっと15プロマックスの方が厚くなったみたいなんですよねこっちが15プロマックスでね。 うんまあ、厚みぐらいはいいですよとじゃあ肝心の重さはどうかっていうとこれ調べたんだけど重さはですね、あのー、15プロマックスが 221g で12プロマックスが 226g なんで 5g 軽くなってるんですよねだからバッテリー機能も良くなって性能良くなってるのにちょっと軽くなってるんですよ。それはねあのやっぱり進化したっていうのもあるんだけどこの枠これがですね チタンフレームになってフレーム自体が6割になったんですよフレームの重さがだから全体の重さもね 5g 軽くなってるんでちょっと得した気分でございますよねなんかちょっと軽くなった感があるんですよね確かにであとそれ以外の機能としましてはまずあのまあ、有名なんですけどこれタイプ c になったんですよねこれこれねこれね今までライトニングだったのがタイプ c になったんでまあこれがパコンと入るわけでございますよねはい なので、まあ、今までライトニングでいろんなものを使ってたんですけどいろいろケーブルも、ね、イヤホンとかも、まあ、それが全部、ね、タイプ C になっちゃいましたんで、まあ、あ新しいものを、ね、買わないといけないっていうそれは手間なんですけどあのでも、ね、タイプ C になったことによってです、ね、データの転送速度がすごく速くなるってこともあるしあとはこのタイプ C を使うことによってです、ね、このバッテリーが、ね、すごい長持ちするようになったんでこれで エアポッドとかをですね充電することができるまあリバース充電機能っていう、えー、ものもついているわけでございますあとちなみにこのチタンフレームねすごく傷がつきにくくてこれすごい好評でございますねうんこれあのテカテカしないんだよねでちなみに前のやつはこれテカテカしててこう指紋がつくんだけど指紋がつきにくくなったっていうのがございますあとはですねあのディスプレイがすごい明るくなったんですよねまあ要はさ あの太陽の光が出てるところで iPhone 操作する時ってさあのー、太陽の光のせいでよく見えないことがあるじゃないですかだけど、あのー、すごい明るくなったんでなのでね、えー、今まで、えー、12は、えー、1 2 0 2と c マックスが1 2 0 2とだったのが2 0 0 2まで上がるようになったんでなのでねこれ一番明るくするとビート。 すごい明るくなるのかで。ちなみにこっちもやろうか。トエルブトエルブ。じゃ、トエルブ。プロマックスとトエルブプロマックスと。こっちフィフティンプロマックス並べてもですね。明らかにこっちの方が、ね、ちょっと明るいんですよ。こっちの方がね。ちょっと分かりにくいかな。わかる。<laughs> ということで、まあ、だいぶ明るくなったんで。 昼間、太陽の下でもね結構使えますよっていうことでございますねあとはねプロモーションディスプレイに対応ということで、まあ、リフレッシュレートが 60Hz から最大 120Hz になって、まあ、この滑らかにね画像が動くようになったんで、まあ、ゲームやってる人なんか特に滑らかにね動きが出たできるようになったんでこれはすごくいいですよとあとはね当然処理性能もアップしたし省エネ性能も アップしましまたよとということでですね、まあ、これからね、コスメティック系の動画はですね、こちらの、えー、15 Pro Max でですね、撮影していくことになるわけでございますんで、えー、皆さんお楽しみにね、してほしいと思います。はい、た,ただね、あのコスメティック高すとかね、過去のストック動画がね、結構あるんですよ、まだアップしてないやつが、5本ぐらいあるかな。だから、実質この、こっちの方ね、 15ProMax のコスメティック高数の動画をアップするのは1ヶ月ぐらい先になっちゃうかもわかんないんだけど、まあ、ということで先にね撮影しといたのを今日お見せしたわけで、えー、ございます。はい、でじゃあこの1 2プロマックスどうするかっていうと、まあ、下取り出そうかなって思いますもう大体データ1個ねあの済んだんでもう必要ないかなって思うんでこれデータ消去して初期化して下取りに出すんだけれど。 どこに下取り出すのが一番高く売れるかなんですけど、これいろいろ調べてもね、わかんないんですよね。だから、ゲオとかに売るか、あとはアップルストアか、まあ、ドコモショップなんですけど、これあんま詳しくないんで、もしね、視聴者の方でね、iPhone の下取り、どこに出すのが一番高く売れるか知ってる人がいたら、教えてください。コメント欄お待ちしております。えということで、トーマスミキマガによる、えー iPhone 15 Pro Max のデビューでございました。ではまた。バイバイ。